皆様、こんにちは。セネガル在住の原田と申します。ハマと申します。この度、我々、YouTube チャンネルを開設させていただくこととなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、多分初めて、もちろん我々のことを見る方もたくさんいらっしゃると思うので、簡単に、自己紹介と、あとは YouTube でどういうことを今後やっていくか、そして今後どういう動画を上げていこうかっていう、この3つを今日はお話しさせていただけたらなと思います。まず、簡単に自己紹介をさせていただくと、今私たちは西アフリカのセネガルというアフリカ大陸の一番西の方にある国に住んで6年目に、セネガルではレストランを2軒とゲストハウスを運営させていただいていて、レストランの方ではセネガル人スタッフ10人と一緒に接客をしたり料理をしたりして今は仕事をしています。で、なぜ我々が YouTube を始めようと思ったかというと、まず最初のきっかけはコロナの影響がすごく大きくて、セネガルも3月の末に緊急事態宣言になり、夜間外出禁止になり、外に出ることができなくなったり、で、レストランも休業状態に入って、今はデリバリーとテイクアウトだけやっているような状態なんですけれども、結構時間が余って、なんか新しいことにチャレンジする時間ができたねっていうのに結構ポジティブに捉えることができて、で、何やろうかっていうふうにいろいろ考えて、YouTube を始めよう。結論になりました。で、今後どういう動画を上げていこうかっていうのはちょっと今ばったりで相談したりしてるんですけれども、うん、どうだろうね、セネガル人。もちろんその皆さんがね、思い浮かべるそのアフリカそのもののイメージ、そういった動画を配信するのももちろんなんですが、意外とそのアフリカって普通だよね。確かに。そうだよね。で、僕らも全然そのね、普通の。そうだし、で、そういったなんか、アフリカって意外と普通なんだよと、そういった動画なんかもなんかこう配信できたら面白いんじゃないかなと思っているので、そういったものも楽しみいただけたらと思っております。あとアフリカどうしてもネガティブなイメージがあったり、日本だとすると思うんですけど、そうじゃないこともたくさんあるし、結構記事ではアフリカのことあるんですけど、動画って意外と少ないのかなっていう、基地だとイメージしづらい部分をこれから動画にして、よりアフリカ、セネガルのイメージを持っていただけるのかなと思い、今後やっていけたらと思っております。で、チャンネル名、いろいろ考えたんですけど、決定しました。で、チャンネル名は、ダカール TV です。ぐらい感じなんですけど、はい、セネガル首都のダカールのテレビにやっていけたらと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。で、ちょうど今日セネガル人の仲間が来てるので、ワリ。ちょっとなかなかセネガルっぽくなかった体験だったと思うんですけど、彼も一緒に今後撮影していけたらと思うので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。いいんじゃない？いいんじゃない？もう次回の動画紹介はできるのか。いいよね。